コミショウのタコ。皆さんこんにちは、トミックです。前に俺はパイナップルの中にお肉をつけて24時間煮込むという動画を撮ったんですよ。パイナップルっていうのはタンパク質を分解して柔らかくするという成分があるんですよね。前回の動画でミスったなって思ったのは加熱をしてしまったということなんですよ。加熱をすることによってパイナップルの柔らかくなる効果がなくなるんじゃないかとね、コメント欄にもたくさんありました。リベンジしたい、でも肉じゃなくて今度別のものでやりたいなと思ってこちらを買ってきました。生きたタコ。今回は火を通すんじゃなくてパイナップルの中にこのタコを3日から1週間漬け込みます。その生の状態で。そしたらね、さすがにもうパインの効果がめっちゃ効くはずよ。どこまでタコが柔らかくなっているか。多分みんなが知ってるようなタコ焼きに使うタイプのちっちゃいこういうタコはあのマダコっていうタコなんですよ。マダコっていうのは生の状態だと硬いんですよ。なんか噛み切れないというか、そういう感じの硬さなんですね。それをねパイナップルにつけることによって、まあ、どれくらい柔らかくなるのか。ということでですね、また買ってきましたよ。パイナポー。このパイナップルを切って、身をボウルかなんかに入れ、その中にタコを入れます。タコが死んでしまうと困るので、酸素のブクブクを今、つけてます。パイナップルはですね、まずヘタの部分と、後ろの部分を切ります。リンゴの皮を剥くような感じでカットしていきますと。今回は、まあ、煮込む火を通すわけじゃないんでパインジュースは使わないです。ガチのパイナップルだけで勝負していきます。こんな感じで、切ることができました。そしたらこれを半分に切って、中の芯はまた別個で取ります。でね、あの今回も前回同様芯使うので、芯うまっ。前回の肉の時は2個使ったんですけどパイナップルを、まあ、今回はその前回のパイナップルの量を見て、まあ、1個で十分じゃねえかと思ったわけですよ。マジで1個で十分じゃねえ。本当にもうシンプルにこのパイナップル1個であのタコと頑張ってもらうという感じですね。あとなんかね、気づいたらねパイナップル切っても手がね痛くなくなってきたんですよ。やばいかな。パイナップルを1個切ることができました。鍋がちょっと大きいんですけど、まあ、1個切るとこんな感じ。まあ、タコを埋めるには十分でしょう。じゃあちょっといよいよタコをね取り出します。タコはマジで脱走するんで、あの取り出すときは皆さんぜひ気をつけてください。これあれ浮きですね。浮き用の発泡スチロール。タコはまあもう何回も言ってると思うんですけど、ここのねお尻のここにあのくちばしがあるんで、皆さんこのタコを扱うときは噛まらないようにだけは絶対にしてください。言ったらここだけ注意しとけば、ただの吸盤なので、生きてる吸盤なので、ここからタコをパイナップルにつけていくんですが、その前にタコを一回締めて内臓を取り出しきれいにしちゃいます。そっから、パイナップルにつけたいと思います。タコの締め方講座、初心者の方必見。すごい暴れると思うんですけど皆さん安心してください。先ほど言ったくちばしだけ注意しとけば、こいつは生きてる吸盤です。ここに目があるんですね。目と目があるんで、この目と目の間に包丁を入れる。もうそれだけで、ね、タコを締めることができるんで、ほらこうやって押さえつけておけば余裕。ほらこうやってやると出てくるでしょ、この出っ張りが。この目と目、この間に包丁をこうやってプスッと入れるだけ。 LINE スタンプ第2弾好評配信中。チャリティー T シャツもよろしくね。締めたついでにタコのくちばし取っちゃうのはありですね。こうやって目と目の間に包丁入れたついでにちょっとクリッてやるとタコのくちばし取れるので、ぜひ皆さんよかったらやってみてください。これね、くちばし取っちゃったらもうあとねマジで何もないから。そしたら裏返してひっくり返して内臓を取りますね。これ大事。こうやってひっくり返して内臓を取ります。もうここまで来たらね大体ねみんなできる。内臓を取ってひっくり返したタコの頭を戻す。これでもう下処理は完璧。いや、こっからぬめり取るんだ。締めて内臓とくちばし取っても吸盤はがっつりくっついてくるんで。
もしね、くっつかれてもね、決して慌てないでください。大丈夫です。タコの下処理がね、完璧に終わったので、こっからね、パイナップルに漬け込んでいきたいと思います。もう茹でたら、もう普通のみんなが知ってるタコですよ。あ、スーパーで売ってる。ただその前に俺はこいつをパイナップルに漬け込む。なのでこれからパイナップルに漬け込んでいきたいと思います。あ、違ったね。これからこのタコを漬け込んでいく。漬け込んでいく。冷蔵庫でね、3日間ぐらい寝かせるので、ボウルの方にタコを入れて、この中にパイナップルを入れていきたいと思います。パイナップル1個でマジでこれ良かったと思う。ちょうどいいわ。ちょうど埋まる、ちょうど埋まる。こんな感じでボウルの中にパイナップルとタコをこうやって埋め込みましたと。乾かないようにボウルにラップをして、ここからね、3日間寝かせたいと思います。3日がね、経過しました。パイナップルに埋まったタコを見ていきましょう。相変わらずパイナップル。あ、でもなんかホヤの匂いがする。ホヤの魚介の匂いとパイナップルの匂いが混ざるとホヤの匂いになるんだね。うわ、え、どうなってるんだこれは。パイナップルにこう押されて、ちょっと形が変形してるんですけど、すごい変形してる。あれ、最初から皮むけてたっけ。タコの皮むけてたっけ。最初からパイナップルで溶けた。タコすごい柔らかくなってる気がする。一般的なこういう締められたタコと違って、現時点ではパイナップルにつけたらちょっとタコが変形して、皮が溶けてるね。多分パイナップルでこんな形にさ、タコって傷つかないよね。この皮の形は絶対パイナップルがついてた後ですよ。じゃあこのタコを食べていくんだけど、マダコっていうのは生で食べるよりも茹でて食べた方が美味しいので、これはね、このまま茹でます。今タコを茹でてるんだけど、なんかね、めっちゃすごいこと起こってる。マジでパイナップル、タコの皮溶かしてた説あるよこれ。だって見て、ほら、タコの皮がさ、ほとんどさ、剥げ落ちてるんだもん。普通茹でたこしたらさ、タコの皮こうやってつくんだけど、ほとんど剥げてるんだもん、茹でて。これちょっと食べるの楽しみっすね。タコの茹で汁の匂いの中にほんのりパイナップルの匂いがする。茹で終わったタコがこちらです。じゃじゃーん。全体的に柔らかくなってるんだけど、肉質がさ、普通の茹でたことは違うんだよね。マジで違う。じゃあちょっとこれを切って食べてみたいと思います。吸盤の方は普通の茹でたこなんですけど、こっち側がね、かなりほらパイナップルの影響を受けてる。いただきます。タコの甘みの中にほんのりとパインが染み込んでる。普通の茹でたこより柔らかい。なんか、あ、こっち美味しいよ普通に。3日ぐらいがやっぱちょうどいい。もしかしたら1週間とかつけたらもっと変わんのかな。でもなんか鮮度的には3日だね。パイナップルの甘みも染み込んでんの、やばくない。パイナップルの成分が染み込んで柔らかくなって美味しくなったんだけども、外側の皮がね、こうベローンって剥けちゃうんで、まあ見栄えはいいかって言われたら良くはないよね。これね、みんなぜひ真似してみて。このビデオのグッドボタン多かったら、今度は魚とかやってみようかな。うなぎとかね。あ、絶対うまいじゃん。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオいいなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。漬け込んでいく。
漬け込んでいく。漬け込んでいく。